悪いが仕事なんでな。せめて死に花を咲かせてやろう。悪あがきはやめな。苦しむぜ。潰し合うか。残念、時間切れだな。カワキ、手を貸せ。ハック、ご無事で。やつを追うぞ。ここはお控えください。コウキン、お前はいつもそうやって。いや、すまん。救援がなければ危ないところだった。お前にも、また世話かけちまったな。まずは礼を言わねえと。ただな、親父を失った俺たちは、あの観念とやらと同じ根なし草だ。早いとこ居場所を見つけねえと。兄上先ほど、炎術殿からの使者が参りました。渡りに船とはこのこと。新しい居場所が見つかりそうだぜ、ゴキ。
進策は。戻らねば我らの隊は軍令違反となりますぞ。また会おう、昇覇王。その勇気があればだが。言ってくれるじゃねえか。大総大将たる者、少しは立場をおわきまえくだされ。蹴りはまだついてねえぞ。大臣様、演術からの秘策とやらにかけるしか。少子、たとえここで果てようとこのようなものには頼らん。一足遅かったか。
兄上。世話をかけさせやがって。お前、ずいぶん情けない姿になっちまったな。ケン、コウキ、全力でこのバカを止めるぞ。男子たる者、忠厚と誠運に生きよ、そう教える母の声が今も聞こえる。慣れろ仕えた者たちは義には厚くとも勇に乏しく、おもねる者ばかりを重んじて我が忠に応えることはなかった。異常夫として身を捧げるべき人物、それを追い求めて戦場を渡り歩き、生をかけた視線の果てについに見つけた。そしてそなたらは闇に落ちた東方を救ってくれた。七尺の剣を帯び、天使の傷橋を登る男子の本願、遂げるまで死ぬわけにはいかぬ。この大使寺、生涯の主にようやく出会えたようだ。兵を集め、貴殿への忠義の証としたい。兄上、良いのですか。奴は忠義を貫き、死さえ乗り越えた男、必ず帰ってくる。よし、次どこ行く。俺たちの新たな船出の始まりだ。もう一人仲間に引き入れたい男が。すでに手は打ってあります。共に時代を切り開けだと。周りくどいことは